漢中に攻め寄せた曹操を劉備は見事に撃退。この勝利により自ら漢中王を名乗った。慶州を守る関羽は劉備勝利の報を受け、義を討つべく進軍を開始、狙いを繁盛に定める。だがそれこそが曹操の狙いだった。関羽をあぶり出し討ち果たせば三国の均衡は崩れる。すべては関羽討伐を確実なものにするため。曹操は慶州奪還を悲願とする孫権に協力を要請するのだった。先ほど兄者より命が下った。これより我らは魏の繁盛を攻める。おのおの準備に抜かりはないな。はい、いよいよ魏と一戦交えるのですね。親分、俺たちの力魏の連中に見せつけてやりましょう。そういえば益州からの援軍は来るのでしょうか。攻城戦となるとこちらもそれなりに兵力を必要としますが。こたびは我らのみで攻め込むことになる。漢中制圧より日が浅く、益州の職軍はまだ体勢を立て直しているのだ。だが案ずることはない。諸葛亮殿が繁盛攻めの秘策を授けてくださった。この策と我らの武があれば負けはせぬ。親分のお子様たちも初陣だって張り切ってますぜ。俺も負けていられませんや。拙者も遅れは取れません。全力で戦います。うん、慶州の職軍もまた盛況であること、天下に示さん。諸葛亮殿より繁盛を攻める策を授かった。城の近くを流れる川を使うべしとのことだ。ここんとこの雨続きで城の東側の川の水位が上がってるみたいですぜ。そこに目をつけるとはさすがは諸葛亮殿でさ。川の上流には堤があります。周辺を制圧し堤を壊してしまえば城は水没するでしょう。ではみんなで堤へ攻め込めばいいんですね。私頑張ります。ですが川の水位が上がっていることは敵も気づいているはず。我らが堤を狙うことを警戒しているでしょう。闇雲に攻めても被害が大きくなるだけではありませんか。では二手に分かれてはどうでしょう。片方は堤へ向かう、片方は城を攻める。城攻めの部隊に陽動させればきっと堤の守りも薄くなるはず。うん、ここは観光の策に従おう。お主たちの戦父に存分に見せてみよう。親分のお子様たちも随分立派になりやしたね。拙者は良き父とは言えぬかもしれぬ。だが皆良き子に育ってくれた。
親としてこれほどの喜びはない。いざ繁盛を攻め落とさん。我らの武勇で諸葛亮殿の秘策をなすのだ。水攻めに備え船を確保したい。きっと敵の逃亡も防げる。戦場などに何の用だ。まあいい、叩き潰してくれる。船をご所望ですか。俺たちを守っていただければ協力します。ただ義に造船所を抑えられています。そちらも確保していただけると。これで勝利を陰性団体だ。よし、この地は拙者が制圧したぞ。守りきれなかったか。敵将、拙者が討ち取った。船をご所望ですか。俺たちを守っていただければ協力します。造船所も取り戻していただけたようですね。義には船を出しません。約束します。よし、拙者も役に立ったな。お見事な武勇、頼もしいですな。申し上げます。造船所と船を確保いたしました。これで敵が逃げることはかなわぬ。すべてを水に沈めん。必ず俺が幕城を取ってみせます。全力だ。勝負だ。
切れん。敵将拙者が討ち取った。拙者は軍神の子、負けは許されない。よし、この地は拙者が制圧したぞ。すごいっすね。輝いてますぜ。山城まであとわずか。急ぎ援護に向かわねば。叶いそうにない。これは早々に下るべきか。拙者は軍神の子、負けは許されない。近づかせん。お前たちは俺が止めてみせる。すごく強そうな人でも精一杯頑張ります。あれ、この辺り人が少ないかも。私たちでちゃんと守らないと。場所ってあそこで合ってる？自信ないけど、とりあえず出発。
らが受け入れる。決して何者にも抜かせはせぬぞ。あれ、乱射ってあそこで合ってる？自信ないけど、とりあえず出発。進軍せよ。惑わずひたすらにかけるんだ。全力だ少佐。これでどうだ。真っ向勝負だ。先方の務め果たせなかったか。申し訳ありません。よかった、これで繁盛に向けて進めるね。敵将拙者が討ち取った。拙者は軍神の子、負けは許されない。班長を攻めるには常用の確保も不可欠。何としても落としてみせる。狙いはあの地だ。ミラス行こう。目障りなとこは潰しちまうか。お前らついてこい。これでどうだ。常用を守り切れんとはなんと不甲斐ない。狙いはあの地だ。みんな行こう。完敗する。おい、敵の要所を制圧する。一糸乱れぬ行軍で臨め。艦を率いる諸国の盛況無比のもとに、やはり私の大敵の場所は上部を抑えられている。アンチが攻める足がかりができたな。拙者は軍神の子、負けは許されない。大兄上、修行の成果が出たのね。そういえばいい筋肉がついてきてるもの。落とされては班長に援軍が遅れる。何としても守り抜くぞ。神官の守りは固い。いかに攻めるべきか。進め、我らが軍の屈強さ思い知らせてやれ。することが戦のコツよ。これで勝利。拠点を攻め、我らの軍を潰すぞ。バカだ、この地が落とされるなど。これで勝利を。
陰性段階だ。部下からの援軍は阻止できる。安城での戦も有利に進むだろう。拙者は軍神の子、負けは許されない。その働き、見事というほかない。城南に包みを築きましょう。そうすれば水もたまりやすくなるはず。ただ敵に悟られてはなりません。注意を引きつけていただけますか。
この戦、兵器での攻撃が有効でしょう。繁盛へ運ぶので、護衛をお願いできますか。よくやった官兵、我が子ながら見事な勝利。兵器を持ち出してきよったが、これ以上はせせませんぞ。よかった、防ぎきれるとは。敵将、拙者が討ち取った。大兄上、修行の成果が出たのね。そういえば、いい筋肉がついてきてるもの。地を制することが戦のコツよ。敵拠点を攻め、我らのものとするぞ。兵器が3台たどり着きました。これで繁盛に大きな被害を与えられます。兵器の準備ができたぞ。繁盛へ向けて打ちかけろ。あ、敵の兵器だ。このままじゃ城が。よし、拙者も役に立ったな。兄上、頼りにしています。幼い頃からずっと。水攻めのため罪を確保しなければ、首相の総体を倒しましょう。こんなところにも敵が。何としても守り抜かねば。目標は定まった。全軍進め。目障りなとこは潰しちまうか。お前ら全力で。敵の狙いは何だ。もしや食軍は水攻めを。拙者は軍神の子、負けは許されない。大
修行の成果が出たのね。そういえばいい筋肉がついてきてるもの。安城を囲む水は多いほど良い。包みをさらに作りましょう。周辺の木々から木材を入手してください。それを工作兵に届けてほしいのです。城陽の安全が確保されたようですね。集中して作業でき、効率も上がるでしょう。こいつは丈夫な木材ですね。いい仕事ができそうです。見事な包みができたようですね。水攻めも大いに効果が上がりましょう。堅固な包みができたようだな。水系の効果は大いに高まろう。よし、拙者も役に立ったな。あいつ、何をしています。これで勝利を陰性段階だ。よし、直ちに守備配置につけ、来たる戦闘に備えるのだ。よし、この地は拙者が制圧したぞ。この繁盛、職には渡さぬ。我が身を立てて守り抜いてみせよう。このままじゃ諸の奴らに押されちまう。援軍はどうした。援軍が来たぞ。ここから巻き返してやるんだ。繁盛の西から援軍が来たぞ。これで魏軍を押し返せる。この上諸君援軍だと、さすがに厄介だ。これで勝利を
陰性段階だ。断じて明け渡さぬ。まだ繁盛は落ちぬか。さすがは総人、固い守りを。将軍を。将軍、今こそ我らが打って出る時です。宝徳将軍をお救いし、連携して関羽を叩きましょう。関羽よ。不分足、高校を申し入れる。何を願わくは、我が機下すべての命の保証を望む。承知した。我が兄龍玄徳の名に誓い約束しよう。将軍、なぜです？おじけづかれたのですか？軍において領官の命令は絶対だ。方便は認める。あなたという方は。各隊をまとめ整列せよ。くだるにせよ。軍旗は乱すな。繁盛は関雲長の軍が制した。皆よく戦ってくれた。その奮闘ぶり嬉しく思うぞ。少しでも父上のお役に立てて嬉しいです。それにしてもものすごい勢いで城に水が流れ込みましたね。あれほど多くの水が流れ込めば、いかに堅固な城とてひとたまりもないでしょう。義兵も戦意を喪失したはずです。だが敵はそれでも城を明け渡さなかった。なんと強靭な精神力だろうか。この城は義にとってそれほど重要だったということでしょうね。俺の思い過ごしでしたらいいんですが。周曹、いかがした？懸念あらば遠慮せずに申せ。はい。戦いの最中、敵は何かを待っているような気がしませんでしたかい？援軍か、それとも何か別のものか。義の援軍か。なるほど。関策の言う通り、繁盛は義にとって重要な拠点。おそらく躍起になって取り戻そうとするだろう。だが我らは城攻めに多くの兵力と物資を投入してしまった。義の援軍を迎え撃つには一度体制を立て直さねばならぬな。
官兵は水攻めの策を成功させ繁盛奪取に貢献した。蜀本体の力を借りず関羽は見事に魏の要所を落としたのである。官兵はそんな偉大な父の背中を誇らしく見ていた。だが魏との戦はこれからが本番である。官兵は緩みそうになった気を引き締め前を向いた。彼は正真正銘軍神の子となっていた。兄上、やりました。あ、義軍は虫の息です。あとは時間の問題でしょう。あれ、大兄上どうしたの？お前たちよく見ておくんだ。あれが我らの父、軍神と称される機体の名将の姿だ。縁を受け父上の養子になり、お前たちの兄になってから拙者はずっと考えていた。軍神の子として共に戦うに足る武があるだろうか。お前たちの兄として進むべき道を示してやれているだろうか。正妻殿言ってたよ。大兄上は成長した。その姿を見るたび自分も頑張らなきゃって思うって。私たちは兄上を見て、軍神の子として目標にしているのは常に兄上の背中だ。だからもっと自信を持ってくださいよ。すまない、まさか3人に慰められるとは。誤解だ。最近軍神の子であること、お前たちの兄であることに自信が持てた。そう言いたかったのだ。そうだったんだ。いや、ありがとう。お前たちは拙者の自慢の兄弟だ。